津勘中原定次郎は、大正期日本を代表する彫刻家の一人。北海道釧路市の生まれ。1897年に、母と共に旭川市に移り、母方のおじの養子となる。1902年に、中別神城高等小学校高等科を卒業し、北海道町立札幌中学校に入学する。医師を目指していたが、 美術教師の林武次郎に影響を受けて17歳の時に画家を志し、3年生の時落第したのを機に札幌中を中退して上京、白馬会研究所、太平洋画会研究所洋画部で学び中村常と信仰を結ぶ。その後、小木原六山の勘歌によって彫刻に展示、太平洋画会研究所長祖部で新海武太郎に指示。 1910年の4回分店に老人の首が初入選した。1912年、当時日本でもまだその名が知られ始めたばかりだったロダンの実作に初めて触れて深く啓発される。1916年日本美術院の研究会員に展示佐藤浅山、石井鶴像らと共に研鑽を重ねた。同年の第3回展に発表した石井氏の像で、 初優賞を受けて、イ友ともとなり、以後も同点に、行骨老人像、若き、カフカス人、イコエル女などの作品を、次々と発表する。その作風は写実に基づきながらも堅牢な、構築性を示し、内面表現にも優れた。1919年の、平くし電柱像一作として32歳で没した。晩年の芥川龍之介が、講演先で、 中原の若きカフカス人を見て、この中原氏のブロンズの若者に惚れるものはないか。この若者はまだ生きているぞと発言したことはよく知られている。著作文集、彫刻の生命があり、たびたび再刊されている。ありがとうございます。